パーちゃまでございます。今日ね、ガチャ動画の後に、普通だったらね、使用感動画を出すんですが、急遽、この動画撮らせていただいております。ちゃま、大ピンチというのもですね、僕最近ね、ウイイレのライブ、ゲームのね、ウイイレ以外でも、なんかいろいろゲームやりたいなと思って、Twitch っていうね、YouTube みたいな感じなんだけど、ゲップすみません。ゲーム配信に特化した海外の、サイトで僕アカウント作って配信してるんですよ。細々とね、ここから伸ばしていきたいな、みたいな感じで。それをやってたらね、やっぱ海外では YouTube より Twitch の方がゲーム配信には向いてるっていうことで、かなり数字がついてて、外国人がいっぱい来るんですよ。で、結構ね、僕はウィニングイレブンの中では、その Twitch の中では結構まだ数字がある方なんで、言っても100人とかなんですけど、ウィでどんだけ人気ないねんって話なんですけど、そしたら目につくから、どんどん外国人が来て、あるね、スペイン人の女配信者がね、ずっと話しかけてきてくれてたから、俺もその人にコメントしたりとかしてね、もう国際結婚かみたいな。おい、ちゃま国際結婚かみたいな感じで、おー、ちゃまくんち、ハローマイフレンドって必ず言ってくれんの。わかる？ハローマイフレンドね。もうかなり距離が近いわけ。一発目からだよ。で、もう俺のことは何言ってるかわかんないけど、ボドロセメダバレミセマラ、ヤバラスメディンダバレミアサモみたいな感じで、俺何言ってるかわかんないんだけど、お前の YouTube 全部見たぞみたいな、おもろいやつだなみたいな感じのジェスチャーとか入れながら、視聴者さんにね、その人のライブの視聴者さんに教えてくれたりとかして、仲睦まじくね、これからね、抱いていかなあかんな、みたいな感じでやってたわけですけどね。その人の Twitter フォローしたわけですよ。したらね、ちょっとこれやばい、ね、動画をね、ツイートしてるわけ。見て、このサムネ。何書いてるかわかんないけど、ひょうきんな男性がこう写ってて、チャンピオン隊のマーク。俺は、これ見て、みんなもうちゃまキッズ、ちゃま大ファンの人たちはお気づきだろうけどね。チャンピオン隊で、こんなに可愛くてポップなやつ。俺なんですよ。俺の外国版が出てきてるわけ。数字取られるぞと。どうすると。まずいわけ、本当に。やっぱね、いろいろね、ウイレ配信者今出てきたとはいえ、俺みたいなやつっていうのはいないから、ある程度数字はね、掴めていくんだろうな、みたいな。伸びなくとも、固定客みたいなのついてたわけなのよ。ね。で、また、ちょっとなんかでバズれば、ドーン行ったりするかもしれないし、このままのペースなのかもしれないけど、これ完全に俺のね、ライバルが出てきてるわけ。わかんないけど、なんとかかんとかインタビューとか書いてあるんで、このひょうきんなやつが、ついにね、今まではひょうきんキャラでやってたけど、ついにチャンピオン隊に行ったというサムネなんじゃないか。もう俺怖くて、動画見れてないんですよ。で、この人のチャンネル行ったら、だいたい YouTube、多分 Twitch とかがメインだと思うんですけど、YouTube もやってて、19000チャンネル登録者ぐらいいて、基本的には、試合の動画よりはチュートリアル系、フリーキックの蹴り方とか、面白いループシュートがあるよみたいなのを上げてて、で、結構ね、編集も凝ってるんですよね。俺にないところをね、引っさげて、もう、スペインのチャマみたいな感じで、かなり表記に、確かに、俺がチャンネル登録者2万人ぐらいの時、こんぐらい痩せてて、もうちょっとね、今ほどふてぶてしくもなく、可愛さがあったみたいな。これちょっとね、守ってほしいです。俺を。もう俺もうガチャガチャ震えちゃって、これ見つけた瞬間、今も、はいどうも、ちゃまでございます。もうかなり冷静に取り戻してるけど、ってやってたわけ。終わった終わった俺の人生終わったみたいな感じで。本当に。マジでね。もう今もうなんとか、ロボトミー手術っていう、昔にね、脳の感情を消し去る手術っていうのがね、何十年も前にあって、もう、人権的にどうやねんっていうので、禁止になった手術をね、ひっそりとね、歌舞伎町の雑居ビルに入ってるもう、無免許のお医者さんのとこまで行って、ガーッ受けてきて、なんとかこの感じに保ってますけど、もう、頭はパニック。これをどうするかって話なのよ。こっから。チャンネル登録者もさ、徐々に減っていってるわけじゃん。で、今、まあ、ここ数年はね、もう、発売月はドーン上がって、そっから2、3ヶ月、ウイイレの人気があって、ウイイレの人気が下がっていったら、それとともにチャンネル登録を解除されていくっていう悲しいモンスター人生を送ってきたんだけど、いつもより早い。例年より。おかしいなと、ウイイレかなりに、まあ、例年に比べてシーズンアップデートだし、人気ないのかななんて思ってたんだけど、多分こいつの仕業だと思うんだよね。だから潰さなきゃいけない。うん、若い目は早いうちに潰しとかなきゃいけない。エディテモースペスみたいな名前だね。ちょっと読み方あんまわかんないけど、これはまずいぞと。かなり似てる。うん。じゃあちょっとクラウドファンディングでもして、お金集めてね、ちゃまキッズから、スペインまで行ってさ、まあ、自慢の腕力でボコボコにして帰ってこようかなと思って。今、ジム行ってるからね。俺のジム、だから筋肉の増量のペースが多分加速度的に今日から上がっていくと思う。今までは、まあ、なんとなく痩せればいいなとか、ちょっとかっこよくなればいいなぐらいのね、ぼんやりした感じだったけど、こいつをしばき倒すっていう目標が決まったからね。大晦日。ああ、だから大晦日までにコロナが収まってたらね、この人、まあ、俺がスペインに行くのか、日本にこの人呼んで、ライジンのリングでやるのかわかんないけど、まあ、ちょっとそういう計画を立てていかなあかんなって。だからチャンネル登録者が減ってるっていうね、心配してる人はもう、すぐね、この人のチャンネルを非表示にしてもらって、おすすめに出ないようにしていただいてね。まあ、しばき倒さなあかんって。ただ残念なのが、スペイン語がわかんないで、どの程度おもろいことを言ってるのかが全くわかんないんだ、この人の。顔は面白い表情、こうやってね。まあ、ちょい負けてますよ、はっきり言って。面白い。マイムの動きで言ったら。マイムの面白さで言ったらちょい負け。で、あとはもうワードセンスとか話術とかで、負けてないかどうかだけ。うん。まあ俺もね、ライブ配信とかでかなり厳しくね、コメント欄には、おもろいこと言えみたいな感じの謎の圧力をかけてライブやってきて、リスナーもかなりね、もうコメント力がついてきてると思います。なんか一説によるとね、一回だ、なんかね、あれだっけな、イベントで会ったチャマキッズが会いに来てくれたんだけど、地方イベントで。チャマくんのライブね、もうかなり、もうなんていうの、もう鍛えられました、コメント力が。で、マウス握る手だけ太いからね、その人ね、太かった。鍛えられました。チャマくんのライブ見てからです。でも、ね、コメント打つのはキーボードなのになとか思いながらも、そういうことも、ああ、そうっすかみたいな感じだったけどね。そういう鍛え上げた、チャマキッズがね、ぜひ審査してほしいということで。今日はね、本当にただそれだけなんですけど、はって思ってほしくないです。もうもっとチャマを抱きしめてほしい。俺も震えるような、もうロボトミー手術がなかったら今頃、もうそこのビルから飛び降りてるかもしれない。そんぐらいもう心動揺してますんで、もうチャマを抱きしめて、チャマに優しくしてください。お願いします。ということで、今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。